入れなかったビオノビーベブラジオイェーイビヨンズアメノモリカワミの岡村みなみですはいということで、なんか皆さん、ちょっとどう思いましたか <laughs> 今日はね、ちょっといつもより可愛くしてみました。どうですか なんかね、ちょっとメイクが楽しくなっちゃって、今日は。昨日、新しく、あのー、コスメをちょっと買ったんですけど、そう、それ使ったらメイクがとても、ちょっと可愛くできたんじゃないかなと思って、髪型も、普段全然ヘアアレンジとかしないんですけど、可愛くしてみました。漏れてますか <laughs> ということで、ちょっとね、一個だけ可愛かったから、昨日買ったやつを紹介させてください。 えっとね、みみ、初めてね、コスメを紹介します、皆さんにちゃんと。なんか、こう、コメントだったり、こう、お話し会だったりとかで、みみ、いつもメイク何使ってるのって聞いてくださる方もいたんですけど、いつも、え、わかんない、なんだっけみたいな感じで返しちゃって、いつもごめんね、って感じだったんですけど。 今日初めて紹介します。多分これは、あの、ライブに使うかなと思って買ったものなので、えー、コンサートとかでも、ウィが多分今後つけると思います。えー、これは、えっ、ー、と、フェアリーグリッターライナー G、G の1番みたいな。こちらです。はい、見えますかはい。<laughs> っていう感じで、これは今日は使いましたよって。やっぱメイクって魔法みたいだなって思いました。今日は気分がランランです。 <laughs> はい、という感じで、えー、今日はね、そう。そう、漏れたってお話。<laughs> 可愛くできました。そう。で、ウェブラジオということで、何お話ししようかなと思ったんですけど、もう本当にウェブラジオいつも毎回何お話しするか迷って、結局、今回も、えちょっとドラマとか映画のお話になるんですけど、そう、あの、本当にね、あの、最近、 すごく耳にとって、こう気持ちが大きく変化したドラマがありまして、あの、エージェント・オブ・シールドっていうドラマなんですけど、あのね、一番好きな映画とかドラマの中で今まで見てきた中で一番好きな作品になったな、すごく思ってて、それぐらいすごく面白くて、あの、結構めっちゃ好みな作品でしたっていう感じなんですけど、そう、それを ねついこの間最終回まで見終わって結構長い150話ぐらいあったんですけど、全部で。なんかね、そう、すごく今寂しいなっていう気持ち。そう、エージェント・オブ・シールドっていうのは、あの、MCU、もうみみが最近もう大大大好きなハマっているマ、えーベルですね。あの、MCU の作品のスピンオフみたいな感じで、エージェント・オブ・シールドはマーベル作品マーベル・スタジオん マーベルなんだっけそう、MCU ではないけど、まあ、ショッピングオフの作品、ドラマなんですけど、あのー、めっちゃ面白くて、あの、今、ミーミーはとてもエージェントになりたいです。はい。あの、まあ、シールドっていう、なんて言うんだろう、組織の、あの、エージェントに今なるのが夢になっちゃって、すぐ夢見ちゃうんですけど、あの、本当に、あのー、エージェントになりたくて真剣に、 そう。だから、あの、ちょっと筋トレ始めちゃったりなんかして、<laughs> いや普段からやっとけって感じなんですけど、まあ、ちょっとね、それぐらいエージェントになりたいので、あの、もしかしたら、あのー、アイドル今やらせてもらってるんですけど、あのー、エージェントとアイドルの、なんかちょっとニソグのわらじ履いちゃって、みたいな、ちょっとスパイみたいな感じでアイドルの世界に、ちょっと潜んでるみたいな。<laughs> そう、そんな感じで、ちょっと皆さんが気づかないうちに、 もしかしかたらちょっとエージェントみな皆さん今ミみのことを応援してくださってる方はちょっと知らぬ間にエージェントを応援してることになっちゃうかもしれないんですけどちょっとそれはね伝えることができないのでちょっとミみもしかしたら今エージェントなのかなって思いながら応援してください <laughs> 何言ってんだって感じなんですけどそう今はエージェントになるのが夢ですっていう感じで。 そ,うそのエージェント・オブ・シールドを、まあ、エージェントに自分がなりたいと思っちゃうくらい本当にハマって大好きな作品になっちゃったのがもう最終回まで見終わってしまって今とっても寂しいんですよ。そうあのー、なんだろうドラマの終わり方はとても大好きだったんですけどやっぱ自分が見れないっていうのがとっても寂しくて続きがないっていうのがあってちょっとこいだとか、あのー、お休み一日あったんですけどもう何したらいいか分かんなくて。<laughs> そなんか <laughs> はいつもお休みの日に まあ知ってる方も多いと思うんですけど本当にインドアでおお休みの日にお家を出ることがほあんまり良くないなとは思ってるんですけどそれでまあお家の中で何してるかっていうとまあ映画だったりドラマだったりをずっと見てるっていう感じの人なんですけどもう本当に今はなんかすごい心にぽっかり穴が開いてしまったようなもうすごい寂しい気持ちなので、まあ、次何を見ようかっていう相談事を。 今回は皆さんにしたいなっていうふうに思います。そう。で、今、いくつか候補がありまして、次見る作品の。なんか、ミムは単体の作品とかももちろん好きなんですけど、まあ、そういうのも、こう、シリーズを見てる中で、ちょっと休憩みたいな感じで、結構単発の作品、映画だったりも見てるんですけど、じゃなくて、シリーズもの、結構長めのシリーズもの、 が好きなので、そういうのをまた見たいなと思っていて、まず一つ候補があるのが、えっと、DC 系あの、マーベルコミックスと DC コミックスってアメコミのこの2個あるじゃないですか。その DC の方に行くっていうのが一つありまして。で、なぜかと言いますと、まあ、普通に 興味があるっていうヒーロー大好きだから、興味があるっていうのはそうなんですけど、あの、新作で、あの、私の大好きな、でも大大大好きな、えド、ー、ウェイ・ジョンソンさんの、が主演を務める、なんだかな、ブラック、ブラック・アダムみたいな、ちょっとなんか、稲妻系のやつだと思うんですけど、そういうヒーローなんか最強ヒーロー。なんか、最強強いじゃなくて最、最 怖いヒーローみたいな感じで書いてあって、まあドバイ・ジョンソンさんが、こう、主演を務めるヒーローになるっていう、なんか絶対面白いじゃんって面白くないわけがないじゃんみたいな作品があるらしくて、まあそれを見たいっていうのが、まあ結構一つの理由なんですけど、なんかそれを見るにあたって、他の DC の作品も見た方がいいのかなってちょっと思ったりして、まず DC のシリーズを見るっていうのが一つ。 ありますね。そう。それと、あと、あの、みんな大好き、スター・ウォーズ。そうです。スター・ウォーズの作品を見るっていうのも一つ候補にありまして、あの、ミーミーはな、例えばマーベルとかだったら、スパイダーマン結構見たことあったり、っていう、結構なんか今まで見てきたシリーズの中で、なんか全く知らないっていうのがあんまりなかったんですよ。でも、スター・ウォーズは本当に、 全くかじったことがなくて、一口も食べたことがない。本当に <laughs>。そう、それぐらい、なんかね、人生スターウォーズは、パパとかママとかは、多分見たことがあると思うんだけど、ミミは見たことがないから、まあすごいね、大作と言われてる、名作と言われているので、マスターウォーズシリーズを見るっていうのも一つ、候補があります。そしてですね、あのー、他にもいろいろありまして、えっと、トリプル X っていう、 これはだけちょっとシリーズものになると思うんですけど、トリプル X と言いますのは <laughs>、あの、ワイルドスピードでおなじみの、えー、ウィンディーゼル様の、えー、主演なのかなの作品シリーズになっていて、多分こちらはスパイ映画という、 感じで。スパイなんですよね。ウ、ま、ィ、あ、ーミーは今エージェントになりたいウィーミーにぴったりの作品なのではないかという。まあ、スパイとかエージェントとか大好きだし、まあ、ウィン・ディーゼルさんが出てる作品で面白くない作品はないと。もう最近、キャプテン・ウルフっていう映画を見たんですけど、もうめっちゃ面白くて、まあさすが、ウィン・ディーゼルさんだなと思ったので、こう、そのトリプレックスっていう作品も見てみたいなって思いますし、 あとは、えっと、オーシャンズ、オーシャンズ8とかなんかよく言うじゃないですか。そういうオーシャンズシリーズも見てみたいなって思って、あとは、えっと、マトリックスそう、マトリックスあの、ちょっとこの間みミオちゃんと映画についてちょっとお話ししてたんですけど、マトリックス面白いよって、ミオめっちゃ興味があって、いつだったかな ?2020 年とか21年とか、それ結構最近に、 マトリックスの新作やってたじゃないですか。その時にちょっと見たいなってめっちゃ思ってて。あのー、そうですね。マトリックスシリーズも見たいなっていう感じで。まあ結構今あげたやつは、あのー、なんだろう、ちょっとヒーローだったり、エージェントだったり、結構アクション。わーわーっていう感じの作品だと思うんですけど、まあそういう作品ももちろん大好きなんですけど、なんかちょっとなんだろうな、可愛い,い女の子が。 出てくる話だったりここおしゃれな女の子あのちょっと恋愛物だったりんかそういう作品も耳は結構好きであの例えば「ゴシップガール」とか「もうゴシップガール」大好き大大大好き人間であのそうですねはい、まあ、ブレアに憧れてる私なんですけどあのそ,うそういう系「ゴシップガール」だったり「クルーレス」だったりあとなんだろうな「キューティーブロンド」とか。 そういうかわいい感じの作品も好きででそれ系で言うとリベンジっていうドラマがすごく今気になっていてあのこれはママとお姉ちゃんにすごくおすすめされたんですけどなんかそういう恋愛系のお話の中で一番リベンジが面白かったよってママとお姉ちゃんがすごい言ってくるからちょっとねじゃあリベンジ見たいなみたいな。 リベンジっていうドラマとあとねそうだ思い出したあのえー、マーヴェリックまあトップガンだトップガンそうトップガンね今映画で映画館でやってるじゃないですかもう絶賛そうそのトップガンもあのママとお姉ちゃんとパパも3人家族3人全員見ててなんかめっちゃいいよ絶対見た方がいいよってすっごい言われるしあと あの、ミーミーを、あの、MCU、おすすめだよってめっちゃ言ってくれた島倉ク香リカちゃんも、こう、ね、めっちゃ見たらしくて、めっちゃトップガン良かったって言ってたから、もう、これもね、ぜひ映画館で見たいので、まあ、トップガンを見るか、っていう。あと、あ、そうだ、あと、ストレンジャーシングスの、えっと、シーズン 4? もう見てないんですよ。そう、だからちょっと見ないといけない作品がありすぎて、ちょっとどうしようかな、みたいな。 そう、そんな感じで、何見たらいいと思いますか <laughs> 相談事です。もう本当に。そうだし、なんかこのシリーズも見たいけど、他にもおすすめのやつをぜひ皆さんに教えてほしくて。<laughs> そう、本当に興味がある。もう意味は映画のことなら何でも知ってる人になりたくて。そう。からちょっと、 やっぱね、名作と言われるものは全制覇したいなと今思っているので、もし皆さんのおすすめとかありましたら、ぜひ教えてほしいなっていうふうに思います。はい、という感じで、そうなんです、ね、ミミは。まあ、アクションだったり、あとカーアクションそう、車系の映画もおすすめがあったらぜひ教えてほしいです。だったり、まあ、普通に可愛い女の子が出てくる、まあ、恋愛物だったり、そういう映画も好きなので、 皆さんぜひおすすめを教えてくださいという感じで今日はえそういうみーみが最近次何のシリーズを見るか悩んでいるという皆さんの相談事でしたお願いしますぜひおすすめ作品教えてくださいということで今日はそんな感じでお話しさせていただきましたあとそうなんですちょっと聞いてくださいあの <laughs> そう、最近、まあ、ウェブラジオ結構何本か撮ってるじゃないですか。毎回何お話ししようかめっちゃ迷って、迷った結果、あの、みーみーは本当に普段何もしないもんだから、結局ドラマとか映画とかそういうお話ばっかりになっちゃうんですよ。まあ、車だったり、あと。そう、そんな話ばっかりになるから、本当に次、みーみーが、 ウェブラジオをもしとるってなった時に何をお話ししたらいいかちょっと皆さんぜひ教えてほしいなって思いますコメントだったりコメントも読みに行くので <laughs> そう耳にお話ししてほしいことだったりそうテーマトークテーマをぜひ教えてくださいはいっていう感じで <laughs> 今日のウェブラジオはこの辺にしたいと思います皆さんもう多分全然面白くないお話だったのに最後まで見てくれてありがとうございます次は 次は面白いことができるように頑張ります。<laughs> という感じで最後まで見てくれてありがとうございました。以上、岡村みなみでした。